暴力で解決するファミコンランキング、何も考えてないんじゃないかね。このゲームがファミコンの暴力指数を変えたら言わないでよってこの中でどうも藤田です。からの富士からのマハ富士からのマハ富士が早すぎてゆっくり見えちゃうよー。切れてんな。切れてない、この野郎。よろしくお願いします。あんま決まってないですかね、今回。テイク2なのにね。テイク2だからじゃないの。テイク2の前に、さっき高見山見てないから見せてほしいなって俺言ったのに、なんでやんないんですか、チャンスだったの。絶対やると思ってたのに。やると思いましたよね。いきなりやる必要もないじゃないですか。いきなりってどうですか。いやいやいや、まあテイク1っていうのがあったとして、遅れに入ったわけじゃないですか。はいはい。だからまあ、これなんですよね、やっぱね。ああ、そうなんだ。くるっとなるほど。自分で笑っちゃってるじゃないですか、もう。たけし名人、久々見たでしょって。さっきも見ましたよ。まあまあそういう意味ではね。そういう意味ではね。この野郎。たけし名人。たけし名人。この野郎。あ、たけしたんだ。っていう中ね。今回、まあ久しぶりのランキングということでね。ファミコンランキング。そして今回のランキングが暴力で解決するファミコンランキング。これ結構多いですよね。あ、当時はそういうの多かったかもしれないですね。まあ当時はより緩かったしね。セロの概念とかあんまなかったでしょ。ないかも、当時はないでしょうね、いろんなものが。はい、まあ例えばだけど、小田部君ファミコンで暴力的なゲームって言ったら何を思い浮かぶ。暴力的なゲーム、これ言わないでよ絶対、この中のやつ。あ、でもあんまりそう戦うゲームとか僕やんなかったんで、そんなに国尾君系ぐらいですかね。ああ、まああいうシリーズはドッジボールが長い時になったりとかね、ちょっとやってましたけど。そうね、国尾君は惜しいけど入ってないね。惜しいですか。また出直して頑張ります。はい。はい。そろそろいいですか。はい、いいですよ。はい。それとはね、暴力で解決ファミコンベスト3第3位、こちら、シャーロック・ホームズ伯爵令嬢誘拐事件、決まりましたね。噛まずに言えましたね。おお、いいですね。これは見たことありますよね。見たことあります。藤田さんので見たことあります。でしょ。あのシャーロック・ホームズが。はいはい。ロンドンの街を。住民を蹴り殺しお金を奪うという斬新なアクションゲームとなっております。確かに斬新ですよね、設定はね。そうね、まあシャーロック・ホームズって結構格闘技も得意だったみたいな。あ、そうなんですか。文献があるんですが、それがあったからそういうふうなゲームができた。何も考えてないんじゃないこれ。あ、なんとなくね、雰囲気でやっちゃったんじゃない。アクションゲームは安全みたいなのあったじゃないですか、スーマリとかで。シャーロック・ホームズでこの渋い感じでアクションすれば売れるんだろうと。売れたんですかそれ。これでもそこそこ売れたんじゃないかな。売れたんですね。騙されたというか。ジャケットって渋いジャケットだって絶対推理すると思うじゃん。ですよね、推理ゲームだと思いますよね。ロンドンの住民を蹴り殺してお金を奪っていくんだから。でもそれ後ろに書いてますよ、そういうの。書いてないですか、そういうふうなゲームですよって。でもこれを見た限りじゃ分かんないんじゃないかね。分かんないか、なるほど。というまあ渋いジャケットがこんな感じになってて、であのね、反省したかどうか分かんないですけど、続編あるかな。続編ではちゃんとアドベンチャーゲームになってる。あ、変わったんですね。世の中のニーズを聞いたというかね、ちゃんとね。どうないどうないって言っても分かんないです、こんだけあったら。ああ、パッとは出ないかな。これ事前に用意しとくもんですけどね。見せようと思ってたんなら出しとかないと。そうですね、事前に用意するもんですけど。これさっき見ただけ。あ、見た、これ神経衰弱じゃないですか、やり方が。これね、はい、さっき見た。次からちゃんとしたアドベンチャーになってますんでね。ああ、なるほど。それも売れたんですか。いや、逆にこっちの斬新なやつだったのが売れたんじゃない。あ、そうだったんですね。まあファミコン全盛期っていうのもあったしね。この時って86年だから、もうゲームメーカーじゃないとこも出せば売れてたから。ああ、とりあえず出しちゃえばっていう。ゲームとして成立しなくても売れたから、何なんだろうこれっていう予想も売れたからね。なんとなくね、売れちゃいましたよね、当時は。っていうのが第3位ですね。はい。それではシャーロック・ホームズ伯爵令嬢誘拐事件スタートです。まずこうコミカルな感じでこう令嬢がさらわれちゃうみたいな感じなんですよね。ここまで渋いですけどね。でこう始まって、ロンドンにいて、この敵ロンドンの住民に触っていくとこんな感じで何も言ってくんないですよ。でそうこうしてるうちにひっくり返っちゃって、はい、これは即死のゲームオーバーということですね。だってね、ネタでやってましたけどね、これね。やってましたね。よく見ましたよそれ。だからこういうことなんですよ、本当に。ロンドンの住民を蹴り殺してお金を取っていくということですね。で、これいろんなとこ入れるんですよ。例えばこのマンホールも、やばい死ぬこれ。マンホールも入れるし、このパークって書いてる公園も入れるし、いや、やべえって。入るとこんな感じで。この動きが機敏になる。何でも見なくちゃ、みたいな。蹴り殺されたんですよね、あんま。なんかどうするんだっけ、ちょっと抜けれなくなってる。これなんだっけ、何回も倒すの。止まっちゃうんだよ、確か。どうすんだっけ、これ。これどうやって押すんだっけ、抜けんだけど、マジで。あ、抜けた。抜けました、大丈夫でした。僕もシャーロック・ホームズやりたいな。止まってない。あ、落ちて即死したわ。シンプルに楽しんでるな、これ相当むずいんですよね。という、シャーロック・ホームズ伯爵令嬢誘拐事件というゲームでした。はい、それでは、第2位、ドスンと、ダブルドラゴン。来たんじゃないですか。ダブルドラゴンといえばやっぱ暴力みたいな。このゲームがファミコンの暴力指数を変えたと言われてるんですよね。あ、そんなに影響力があった。そうそうそう。後の暴力系ゲーム、殴る蹴るゲームもダブドラ出たじゃんみたいな感じで通ったと言われてますよ。これダブドラ1のファミコン版は特にすごいんですよね。ゲーセン版からアレンジされてて、主人公の2人のダブルドラゴンと言われてる兄弟が恋人を取り合い殺し合うというやつですね。もともとはアーケードだと。そう。で、第2部というかダブドラ2では、はい、オープニングで恋人が射殺されるっていう、ダダダダってマシンガン、あいマシンガンっつってモノマネですか。そうメタルスラックのモノマネですけど、まあ知らないだろうと思って言ったんだけど、恐ろ言ったんだけどそうですね、置きに来ましたねちょっとね。やるならやってもらっていいですか、視聴者の方に向けて、僕じゃなくて。はい、というダブドラですね。まあだからこう協力して敵の悪の組織を倒していくんですが、女の子となると別っていうことですよね。なるほどね。まあこれやっぱり世の中もそんな感じですよね。そうなんですか、世の中。いや、女性が絡むともう友情が崩れるみたいなあるんじゃないですかっていうのを物語ってるとか、集約された作品と。そう、まあこれも要はくにおくんシリーズじゃないですか。ダブルドラゴンっていうのは龍一龍二でね、くにおくんシリーズも出てくるから、だからまあさっきのあながち間違ってないってことですね。惜しいって言ったじゃない。そうですね、惜しいけどもおさむくんみたいな。もうちょっと勉強しますね、頑張ってお願いしますね。という2位でした。はい、じゃあいきますよ。この音楽はまたかっこいいですよね。これがまあダブルドラゴンのテーマというやつですね。それでいきますよ。はい。とりあえず A で。これもいきなりね、女性を恋人殴られてさらわれちゃうんですよね、いきなりね。2では射殺ですからね。で、最後は女性を取り合って殺し合うと。激しいですね、だいぶ。これもね、やっぱ操作がむずいですよね。A、B 同時ボタンでジャンプ。そして B で攻撃。キック、A でパンチだから。で、物を持ったりすると同時押ししちゃうと投げちゃうとか、まあくにおくんで基本これなんですけど、まあこれもアーケードとは違ってね、最後のその同士打ちみたいな兄弟で殺し合うシーンはなかったでしょ、アーケードは。いやでも下がってるんですよ、どうそうね、なんとなくこんな感じ。やばい落ちちゃったよ。じゃこんなとこですかね。相手を落とそうとしたら自分が落ちたみたいな。というダブルドラゴンでしたね。はい、ここまでいかがだったですか。予想通り、結構。予想通りかはちょっとあれですけど、なかなか見応えのあるランキングだなと思いました。それでは、はい、暴力で解決するハミコンランキング第1位、はい、ドスンと来ました。竹町来ました。来ましたね。これちょっとベタかね、逆に誰もが想像したというか。まあかもしれないですね、もしかしたら。まあこれを知らない人のためにね、ちょっとおさらいをしますと。はい、やっぱりこの知らないサラリーマンが主人公なんですよね。で、会社を辞めるところから始まっていくんですけど、家に帰れば子供とかお母さんとかおふくろさんというか妻とかに殴り殺されて即死するっていうね、例えばですけど、殺さなきゃ自分が殺されちゃうみたいな、で社長とかも最終的に撃ち殺したりとか、まあ当時から北のイズムというかね。そうですよね、だゲームオーバーでやられましたじゃなくて葬式上がってますから、これ明確に死にましたって言ってますよね。そこも斬新だったという、まあ暴力的というかね、まあ北のイズムということで、まあ、結構有名すぎるナンバーだったかもしれないですけど、はい、それではたけしの挑戦状、このオープニングがもう始まってるっていうのが、ね、なかなか斬新だよね。でコンティニューとスタートの時点でスタートと愛人っていう看板があって、社長と話しかけると、成績が少ないから良くないからこのボーナス減ったよみたいな、でこのボーナス取れないんですよね。取るには社長の机の上に土足で登るしかない。そして EXIT の方に行くと、この業績が売り上げがどんどん壁を突き抜けてマイナスになってるみたいな。でもう一回社長に話しかけると何の用だっつうんで、選択肢があるんですよ。辞表を出すとかなんですけど、社長を殴るっていうのがね、こう選択肢を選んで、何をするわしは許さんぞって言われるんですよね。警備員が出てきて、もう殴る蹴るの戦いになっちゃうんですよね。でハートのやつがパーなんで全部なくなっちゃうとひっくり返っちゃって、葬式があってゲームオーバーですね、これがね名物。完全に人が死にましたっていうオチになってますね。でコンティニューっていう方を選ぶと、このおっさんがいるんですよ。これ何の用だね、親父を殴るっていうことなんですよ。この親父を殴ってるコンティの人、ギャー人殺しーって言われて、自分がひっくり返っちゃって葬式上がってきますね。誰に殺されたんですかね、これね。まあこうすると制作者たけしさんに向かって、まあ、再開するパスワードを入れる、たけしのアホみたいな感じで入れると、終わりって言うと続きをお楽しみください。パスワードが入っちゃってひっくり返って葬式上がってきものみたいなまあどうやっても葬式上がるんじゃねえかっていう。何万回と見ましたねこのネタ藤田さんのこれだなんか荒引きなんでもやったよな、確かねこすり倒しましたからね。いや初めて見る顔で見なさいよ。そうですね、あすごい面白かったですよ、めちゃくちゃこういうのはあるんですよマジで。あすごいですね。まあというね、今回はまあ暴力で解決するファミコンゲームでしたね。やっぱり堂々の1位がたけしの挑戦、たけしょうですよ。まあちょっと抜きに出てましたね。まあまあそうですね。ちょっとね、うん、どの角度でも死ぬってすごいですね、やっぱり。暴力がいいですよね。ビームで撃たれてボーンじゃなくて。藤田さんバイオレンス好きですからね、藤田さんね。でね、やられちゃったじゃなくて、本当葬式もいいですよね。ああ好きそうだな。殴る蹴るで人が殺されたっていうことが明確になってるので。怖いな。というね、ランキングでしたと。いかがだったでしょうか。お二人はいかがだったでしょうか。まず僕たちの感想ですか。まずいやまあまあ一度はまあ確かにそうですね、王道の、うん、なんとなく想像できていた、僕も知らないながらにまあだろうなっていうのは思いましたけど、ダブドラ意外だったんじゃん。じゃあまあそうですね、そういうストーリーがあったんで、うん、そこまで分かんなかったんで、はい、というランキングでしたかね。まあそれではね、次もまあいろいろ僕なりのね主観からランキングを作っていきたいと思います。ほじ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 。これですね。決まりましたよ。止めていいですよ、決まった。何の時間ですか、これ。終わったんですか。終わったということ。